こんにちは、シードボットの小島です。今日は洋蘭の栽培で結構利用価値が高い支柱ですね、鉄のこの棒なんですけれども、この支柱の利用の方法、そして支柱でいろんなことができますので、フックの作り方など今日はご説明したいと思うんですけれども、支柱というのは株の姿を整えたり、つぼみを作ったり、またはこういうですね、植物をぶら下げるためにこういうフックを作る材料として利用価値があります。で、まあ今まで限られたスペースの場所にですね、このようにぶら下げたりですね、壁を使って引っ掛けて空間を利用するというために非常に便利になると思います。ですから今日はその支柱の利用の中で皆さんの質問が大変多いですね、このフックの作り方、これを今日はご紹介したいと思います。まあいろいろ方法あるんですけれども、今日は比較的簡単でできる方法をご紹介したいなと思います。それでは具体的にですね、フックの作り方をご紹介したいと思います。で、今こちらにあるのがステンレス製の市販のフックですね。まあ、これだいたい500円とか1000円ぐらいで売ってますけれども、まあ、かなり数が増えてくると負担もかかりますので、今日はこの支柱で手作りでフックを作ろうということに、チャレンジしたいと思います。で、その前にですね、この鉄の支柱なんですけれども、何種類かあります。まあ、これはですね、いわゆる番線、針金と言われているもので、非常にこう柔らかいですね。で、被覆番線っていう加工はこういうふうにしやすいんですけれども、あまり強度がないもの。そして、こちらはですね、軽いんですけれども、中が空洞になってます。これ曲げるとですね、折れてしまうんですね。折れた後弱くなります。ですからこれも向かないです。で、鋼線っていう硬い線って書くんですけれども、非常にこう弾力のあるちょっと重たい支柱用の鋼線。これを、フックには使いたいと思います。で、大体ですね、種類としては、細いもので、2.5 ミリぐらい。で、次が3ミリか 3.2 ミリぐらい。そして、太いのになると4ミリぐらい。まあ、大体これぐらいの種類があります。で、これ実はですね、硬いもんですから、ペンチで切ろうと思ってもなかなか切れません。こういう番線カッターっていうのがありまして、こういうものを利用して、というふうに切ります。非常にこう硬いもんですから、切るときに力がいりますし、またこれから加工するのも力がいりますので、まだ力がいらないような方法も含めて、ご紹介したいなと思います。はい。実はここに完成したのがあるんですけれども、これをぐるーっとよく見ていただくと、この縦のこれがですね、鉢の中に入ります。そして鉢のへり、こちらのですね、くぼんだところに引っかかるのがこの部分ですね。で、こことここがですね、しっかりとこう閉じて、これがですね、こう開いてるとうまく止まります。ですから、ぐっと押さえてですね、ここと横の棒と縦の棒がしっかりとですね、こういうふうに、閉まってる。これが、ポイントになります。で、まずはじめにですね、これと同じようなサイズで作ってみますけれども、ちょっと細いものでスタートしたいと思います。結構この太いもので作りますとね、かなり力がいりますので、まずはこのちょっと細めの、これ3ミリですね、この断線でスタートしたいと思います。で、このですね、印がこうあるんですけれども、最初これが10センチ、次が8センチ、7センチ、8センチ、まあこれ一つの例ですけれども、このフックを作るためのマークです。で、なぜこれ先にこう印をするかって言いますと、先から曲げていかないんですね。実はね、ここから曲げていきます。要するにこのここは7センチ、ここの部分ですね、下の底辺のところから曲げて、先にこういう風に作って、最後に上に上げます。ですから、1、2、3、3つ目ですね、ここから曲げていきます。ちょっと具体的に。で、曲げるときにですね、こう持ってね、こう、こちらをこう押していけば、このように回っていきます。で、今度、次こっちへ行くんですね。この部分ですね。
次、これをぐーっと、ポイントはですね、そこから見てですね、これをこういう風にしないで、ここに沿わしてですね、あまりここの隙間を空けずに、ぐっと曲げていただく。で、先ほどのマーク、ここがですね、できるだけ合うように調整してください。こうですね。で、今度最後のこの10センチの部分、これを折り返してこの部分になります。で、この長い方はこの上ですね。これになりますけれども、先にこれを折り返してここを作ります。で、ここが一番難しいんですけれども、このように持ってですね、折り目のところ、ここをですね、これに沿ってこうじゃなくて、真ん中にこういうふうにですね、折っていきます。で、ここがちょっと難しいんですけれども、これをぐーっと、こういうふうに、真ん中に、持ってきます。で、これですとまだこうね、隙間が空いてうまくいきませんので、この段階で、ペンチでですね、ここを挟みます。ここですね。ここを挟んで、ちょっとここで力入れるんですけど、グッとやると、ここ見てください。ここですね。ここが非常にピシッとつきました。で、最後、このところですね。ここを少し曲げて、このラインをまっすぐにします。こういうふうにですね。ちょっと曲がっちゃいましたけども、まあ、おおよそこれぐらいの形で完成です。で、大的にですね、これを、こちらの棒の方をですね、鉢の中に入れて、ちょっと開いて、こう刺します。そうすると、ここの部分、この素焼き鉢の場合には、引っかかりができますので、こう持った時に、落ちないで済みます。ただこれですとね、鉢が斜めになりますので、少しですね、ここで内側に角度をつけていく。そうすると比較的まっすぐぶら下げることができます。今度は、この太いものを利用するとですね、鉢が多少重くても、5号鉢、6号鉢でも、うまくいきますので、力のある方はさっきの方法で、この太い4ミリですね。これを使って作っていただければいいんですけれども、なかなかこれも大変です。ですから、少し簡易的ですけれども、あまり力がいらない、方法を一つ紹介したいと思います。で、今回はこの頭から作っていきます。先ほどはこの3つ目からこう曲げていったんですけれども、今回は先からこう曲げていくことによって、この長い方を押すことでですね、そんなに力がいらないで済みます。まず、ここの部分ですね。これがこの縦の部分になります。これをぐーっと角度つけて曲げます。その時にこちら側を長い方をこう押すことによって、力がそんなにいらないで曲げることができます。こうですね。で、今度、この下の部分ですね。ここからこの部分。これも、ここを押さえてですね、長い方を押して曲げます。で、この時に、こことですね、この支柱をですね、できるだけすり合わせて、曲げてください。いきます。ぐーっと。こういう風にですね。隙間が空いてないですね、こうね。こうですね。ここがポイントになります。で、今度、次を持っていただいて、で、長い方を押して、今度ここにくっつけます。ぐーっと。で、最後、今度、ここと、ここ。この棒をですね、まっすぐに合わせます。こんな感じですね。ただ、この方法ですと、こちらと比較するとですね、
こちらはこういうふうに一回折り返してますので、非常にここが強度になります。ただこれをですね、この太いスチールで作るとなるとかなり力がいります。まあ、やりすぎると腱鞘炎になったりしますので、まあ、あまり無理をされないように私はこちらの作り方でもいいと思います。で、ただどうしてもここがですね、こう弱くなりますので、こうビニ体のようなものでですね、ここを止めてください。こうすることで、まあ、こちらよりもちょっと、強度は弱くはなりますけれども、これに近いですね、効果が出てですね、これも同じように、これを内側にしてカチッと引っ掛ければ、まあ、出るわけですね。でこれも同じようにここから少し内側に曲げることによってですね、まっすぐにしていただけるというようになります。かなりこの鋼線というのは硬いもんですから、切るとき曲げるときかなり手に力がいりますのでね、あまり無理をなさらないでやっていただきたいなと思います。それとあと2点ですね、気をつけていただきたいのが、まあ、例えばこの支柱というのはこの切り口非常に危ないんですね。よくこれで怪我をする人がいますので、その太さに合ったこういうキャップっていうのが売ってます。まあ、ホームセンターとかネットでも買えるんですけれども、こういうものをですね、切り口に、止めていただくっていうのも大事かと思います。で、まあ、それが手に入らない場合はですね、このように先をですね、折り返して、渡ってもですね、怪我のないよう、または植物も結構傷がつきますので、そういうことのないように、気をつけていただきたいなと思います。それともう一つ、実はですね、このピンセットかハサミは、こういうバーナーで焼いて消毒ができるんですけれども、この支柱というのは基本このように、ビニールがかかっている、被覆線というものですね。でこれを持ち上げますと周りのビニールが燃えてしまいますので、これの消毒はですね、このようなリン酸酸ナトリウム、それからビストロンとかですね、このウイルスの予防薬、こういうものが市販されてますので、これなんか便利かもしれないですね。これはこのまま直接つけられます。でこういうものはですね、ちょっと薄めてですね、液を作ります。まあ、これなんかはですね、まあ、大体飽和液って言いまして、まあ、この場合には大体キャップ1杯ぐらいですね、この中に入れていただいて、溶かしていく。でこれに、つけておいて、つけてある方を鉢の中に刺していただくっていうようなところを気をつけながら利用していただければいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日は支柱のですね、作り方をご紹介しましたけども、まあ、実際にこのようにですね、ぶら下げることによって、まあ、見た目もですね、非常に楽しくなりますし、スペース的にも利用が広がると思います。で、まあ、こういう、その、ぶら下げる、そして、または、壁を使ってですね、こういうふうに壁にかけるというのは、非常に、機能的にも、また、風情もありますので、まあ、ぜひ、支柱で、こういうフックを作ってですね、栽培の楽しさを広げていただきたいなと思います。まあ、ただ、中でもお話しましたように、非常に、硬いものですのでね、作るときには、くれぐれも、気をつけて作って、ご利用いただきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、またLINEアップもやっておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。